けで、今日から準備を手伝ってもらうわけですが。演劇をお願いします。加賀美さんのクラスと合同で行うイベントなんですよ。脚本は私の友達、監督はみゆき、私も役者で出てるよ。私も結構楽しいよね。私は道具係なの。小道具担当だよ。私は監督兼進行係です。はい、思う以上にきついです。補佐してくれる方がいるととてもありがたいのですが。私もあと一人欲しいよ。そうしていただけると助かります。させていただかないと。私呼んでくるよ。ちょっと待ってて。ごめん、ちょっといい？私 C 組の柊加賀美。妹の司がこのクラスなの。知ってるわ。え？なんか言った？なんでもない。それより何？ちょっと時間いい？学園祭のことで相談があるの。そのうち思い出すかもね。
伝いのこと。どれだけできるかわからないけど、よろしく。ありがとうございます。助かります。とりあえず何してもらう？よければ私の代わりにだね。お前は黙ってよ。けどさっきのどういう意味？それはまだよ。まだ会ってないもの。なんか意味深な会話だね。二人だけの秘密っていうかさ。ほーら、とっとと席つかんかい。授業始めんで。長森さん、資料は後でお渡しします。少しの間、よろしくお願いしますね。これは私のセリフよ。長い間迷惑かけて、ね、だから席につかんかい。委員長でも容赦せへんで。すみません。それでは、今日の練習はシーン15をメインに行いたいと思います。ごめん、まだなの。他に必要なものがいっぱいで。全部まだなの。衣装とカツラだけで精一杯で。なしてオッケー。ただどこに何を置くかをテープで示してくれる？おお、いい仕事っぷりだね。ちゃかさないの。結構本気なんだから。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないで。ガサはちゃんとやってるよ。ありがとう。では最初に打ち合わせをしましょう。最初は道具係さん、お願いします。はい。必要な道具は、衣装とカツラはなんとか、残りはまだいっぱいです。お手伝いお願いします。当然、だって私役者だもん。もっと気楽にすれば。同い年なんだしさ。あんたはだらけすぎよ。セリフは覚えてきたの？あ、いや、綾野じゃないって。それが私のせいなの。どういうことよ。脚本がまだなんだよな。私の出番未完成でさ。残念ながらかなり遅れてますね。完成までどれだけかかりますか？あと少しと言いたいところだけど。ともかく
大至急完成させてください。ええ、けどどうやって終わらそう。わかるの？どうしたの？リラックスリラックス、すぐに慣れるよ。これ飲んで元気出せ。元気一発ドクトルペッパーや。みんなの分もあるで。うちからの差し入れや。どうです、私冷やしシルク。私は何これ、しいたけソーダだって。あし、プチ外れ。今日の目玉は誰や。多分私です。ぬるいラーメンジュース、これ何ですか。せやからぬるくして飲むジュースや。言っとくけどめっちゃまずいで。そんなものいりません。差し入れじゃなくて嫌がらせですよ。人生これサプライズや。ハズレ、それはまともに飲めるやつや。なんでや、授業は終わっとるんやで。ダイエットのおっさん、実は宇宙人やったんやってな。知らへんかったんか。あのダイエットをし続けると身も心も火星人になるんやて。情報ソースは何ですか。今朝のテスコや。そうなんだ、お姉ちゃん途中でやめてよかったね。バラすな、っていうかそんなの絶対に嘘よ。まあそうだろうね。けど鏡がダイエットに失敗したのは現実。うっさい。だってめちゃくちゃきついのよ。ダイエットは一日にしてならず、ゆっくりゆっくりが基本やで。まあそうなんですけど。でそれが事件なんですか。せや、ビビったやろ。なんや、心当たりでもあるんか。変なやつな。さて、うちは退散するわ。みんなあと少しや、頑張るんやで。はい、ありがとうございました。うわ、口の中がつらい。ラーメンの味が脂っこいよ。でしたらこれをどうぞ。何これ、ストロング青汁。いい、遠慮しとく。楽しいお味ですよ。飲んでると涙目になりますが。 いいってば。それより練習を始めようよ。飲みませんか。あー、練習が終わったらね。ありがとうございます。それでは始めましょうか。みゆきさんの黒いところを見た気がするよ。シーン15、
アーチャー召喚儀式。よーい、スタート。ソニー銀と鉄、礎に石と契約の対抗。ソニーは我が大使シュバインウォーク、降り立つ風には壁を、四方の門は閉じ、王冠より入れ、王国に至る三皿は循環せよ。満たせ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 、繰り返すつどに五度。ただ満たされる時を破却する。アンファン告げる告げる、汝の身は我が元に、我が命運は汝の剣に、聖杯の夜べに従い、この意この断りに従うならば答えよ。誓いをここに、我は常世すべての善となる者、我は常世すべての悪を敷く者、汝三大の言霊をまとう七天、抑止の輪より来たり、天秤の守り手よ。はい、OK です。女神さん、お疲れ様です。峰岸さん、脚本とイメージは合ってますか？ええ、全然大丈夫。ヒイラギちゃん、読み込んでくれてるし。演技大丈夫だった？すごかったよ。お姉ちゃん女優さんみたい。だよな、ヒイラギ意外とやるじゃん。当然、うちの鏡は万能だもん。まったくその通り、うちのヒイラギはすごいよな。いや、うちのだから。いやいや、うちんだって。うちのだ、恥ずかしいから黙ってろ。からかわないでよ。大根だったでしょ。演技がよ。ダイエットに失敗したからってからかわないで。なんだ、ごまかされないんだからね。なんか余裕出てきた。セガミさん、次の場面お願いします。もちろん、今度も大根かどうかちゃんと見ててよ。崩れてる？何よ、はっきりしないわね。もう行くわよ。そんなドジに見える？運動神経は悪くないわよ。鏡さん、どうされました？すみませんが、早く舞台に。今行くわ。わけわかんないけど、なんとかするわ。なのに春だね。
意外とあるな。 C？ いや、案外 D とか。何言ってんのよ、早く離れろ。残念、好きになっちゃいそうだったのに。ふざけんな、それ以上言ったらぶっ飛ばす。うん、それで行きましょう。ミサちゃん、ヒイラギちゃんを抱きしめて。了解。というわけで、さあもう一度。いやー、輪薬やめたい、交代させて。残念ですが、それはもう。鏡さん、よろしくお願いします。けど、怪我するよりいいよね。捻挫って痛いんでしょ。はやっぱりツンデレだね。うっさい、こんなのもうゴリゴリよ。かけなくかけな、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。今日もいいことがありますように。